ハーシーさんはおとなしくし続けるか、やらかして YouTube 版になるかって多分二択になるんじゃないかなと思うんですよね。故意にその男性芸能人の全裸写真をアップロードしてるから、うん、それ完全に規約違反だよね。旅館業法違反、完全に真っ黒なんですよ。グレーゾーンとかじゃなくて犯罪なんですよ。ちょうどガーシーさんっていう芸能系の持ちネタをずっと暴露し続けるっていうのと、あと確証の取れない適当なデマをばらすけど、確証も取れないし相手も訴えてこないから、まあ御の字っていう、そういうあの秘密ばらしおじさんがいたんですけど、でその人が参議院選挙受けてるところ、参議院選挙出るって言ってるところで、ちょうど Twitter のアカウントが昨日バンされたんですよね。バンされたんだと思ってたら、なんかまた新しくアカウント作ったらしいんですけど、なんかね、新しく作ったアカウントとガーシーさんの弟子って言ってる人のアカウントも両方凍結されたらしいんですよ。で、あの Twitter ってバカではないので、こいつをバンするぜって言った場合って、あの人バンしますっていうので、すごいマイナーの人だとアカウント新しく作ってもバレないで続けられる場合もあるんですけど、さすがにもうあのガーシーさん嫌いって言ってる芸能事務所の時の人とかも大量にいるので、新規アカウントですって出されると、その新規アカウントを他の人が通報して、本来その Twitter の規約違反をしてアカウントを作れないはずの人が新しいアカウント作ってますよ、それはバンだよねってなるんですよね。一応僕そのバンになった原因の写真は見てないんですけど、ガーシーさんがやったと言われてるのは、ある芸能人が全裸で歌ってるかなんかの写真をアップロードしたらしいんですよ。日本の文化の中では、芸能人のスキャンダルだったら写真載せても何の問題もないだろうっていう風に考える人が多いみたいなんですけど、本人の同意もなく他人の全裸写真をインターネット上に公開することってものすごく悪いことなんですよ。例えばじゃあ、あなたの奥さんとか彼女の写真が突然全裸の写真がインターネット上にアップされたら嫌じゃないですか。それは芸能人であってもダメでしょう。で、一般人でもダメだし、芸能人でもダメでしょ。っていう、至極当たり前の規約違反なんですよ。たまたまやっちゃったとか、大衆がいっぱい写ってる写真で、たまたまその中に全裸の人がいましたとかで、まあこれ気づかないよねとかであれば、議論の余地はあるかもしれないですけど、僕は見てないんで、それちょっとあの、説明と違うかもしれないですけど、まあ世間で流れてる説明によると、まあ故意にその男性芸能人の全裸写真をアップロードしてるから、うん、それ完全に規約違反だよね。っていうので、まあアカウント止められるのも当然だし、新しいアカウント作りましたって言ったら、悪いやつ使わせないっていう規約だから、アカウント作り直したらいいよって話じゃなくて、他人の全裸写真を上げるような頭のおかしいやつには使わせないっていう、ツイッターのルール通りの対応なので、まあそりゃそうだよねと。で、多分、その、YouTube の方、僕、ガーシーさんのちゃんと見たことないんですけど、多分、調べると似たようなのが出てくる可能性もあるので、そうすると多分、ガーシーさんは、おとなしくし続けるか、やらかして YouTube 版になるかって、多分、二択になるんじゃないかなと思うんですよね。結局、その、いろんなネタを出すっていうのをやるにしても、YouTube 先生とか、Twitter 先生の気分を害するようなことは、できないっていうのが、所詮その、インターネット有名人的なね、政治家ですとか、タレントですとか、テレビだったりとか、自分で本出したりとかで、ある程度その読者がいたりとかテレビに出たりとかでいろんなこと話できるんですけど、インターネット有名人って結局そのツイッターだったり YouTube からバンされるとほぼ何もできない一般趣味になっちゃうっていう、っていうところで、今回その政治家になるっていうのを目指したらしいんですけど、ギリギリまあ間に合った気もしますけど、今バンされてもガーシーさんっていう名前自体は知名度がそれなりに広まってるので、目標されるとは思うんですけど、とはいえそういう形で Twitter とか YouTube に逆らうと、まあ政治家になれないよねっていうのが、ガーシーさんはそれやっちゃいけないことやったから当然だよね、なんですけど、これどうなのかなとも思うんですよね。要はその Twitter に逆らうようなこととか YouTube に逆らうようなことをやらない人しか新しく政治家になれないって、Twitter とかフェイスブックとか YouTube が国民よりも大きな権力を持つことになっちゃうじゃないですか。国民の知る権利というのが制限されてしまいますよと。まあとはいえ別にそのアメリカの企業なんて日本のことなんか知ったこっちゃねえよ、俺たちは俺のルールでやるぜっていうのはまさにそうなんですけど、なんかただそこら辺のそんな制裁与奪権っていうのをアメリカ企業に握られてるのはいかがなものかなとは思うんですけど、ただじゃあ日本の企業がやればいいじゃんってなると、日本の企業がコミュニティをやるってほとんど今ないんですよね。ヤフー掲示板、ヤフーニュースが止めるたびに掲示板を閉鎖して、こう中傷が多いから止めました、みたいになってますけど、結局そのコミュニケーションサイトやると、日本人の、日本の会社で日本人が経営してると、日本の人ってあらゆる圧力をかけてるんですよ。
スタッフに嫌がらせをしたりとか、社長のプライベートをバラしてみたりとか。なので結果としてコミュニティっていうのは日本の会社で運営できなくて外国の会社になってしまって、外国のいいようにやられると。なので LINE っていうサービス結構有名なんですけど、で、あのサービスも元々であれば携帯電話の中の電話帳の情報をサーバーに勝手にアップロード、まあ、勝手にか一応規約的にはアップロードするって書いてあるんですけど、電話帳の情報をアップロードして、この人友達でしょっていうので勝手につなぐみたいな、結構ある種やんちゃなサービスなんですよ、LINE って。でもあれも元々日本のサービスではないので、なので知ったこっちゃねえよっていうので文句言おうと思っても、韓国だからしょうがないよねみたいなところで日本中でうまく浸透したっていうのもあるので、なんで Airbnb っていう自分の家を貸して他人から宿代を取るっていうサービスとかも、あれも日本だと旅館業法法違反で完全に真っ黒なんですよ。グレーゾーンとかじゃなくて犯罪なんですよ。あるいはその人を止めてお金を取る場合っていうのをビジネスとしてやる場合っていうのは旅館業法というのを守ってくださいねって法律があるんですよね。伝染病が広まったらまずいよねとか、犯罪者かくまったらまずいよねとかっていうのがあって、なので人を止めてお金を取るというビジネスをやる人は必ず旅館業法を守らなければなりませんっていうのがあるんですけど、Airbnb って知ったこっちゃねえよっていう感じで家貸して金儲けるサービスで、あれも日本でやったら完全違法なんですよ。っていうのもあったりするんで、民泊って呼ばれてるんですけど、民泊って違法なんですよ。援助交際っていうと、売買収違法なんですけど、援助交際だったらなんとなく OK みたいな、違法な宿泊施設提供なんですけど、なんか民泊というと OK みたいな。微妙なラインって、外人だと OK で日本人だとダメってルールがあるので、今後もネットサービスは外国がいろいろと日本人から搾取するって方向は変わらないんじゃないかなと思います。